こうやって必ずさ、なんか行ってなかった方の道、行ってなかった方の道に大事なものが隠されたんよね。ほい、それじゃあ出発していこうか。ということで、さあ今回一緒に行くメンバーは、今誰かが喋ってる気がするけど、とりあえずゆうかさん、はい、りみちゃん、ふうさん、この4人で行こう。そろそろじゃんじゃないかなと思うんやけどな。え、でもちょっと待って、向こうへのさ、とりあえずこっち行って、あっこの分かれ道を行かんといかんのかな。とりあえず進んでいきますか。あそこにいいとこ見せたい。頑張ろう頑張ろう。アイナの髪型いいな、ありがとう。まあ今現実の私はあんな髪型じゃないんやけどね切ってしまったので。なんか後ろの髪はそうでもない気がするんやけどさ、前髪伸びるのめっちゃ早いんよね。なんか定期的に切りよる気がするわ前髪自分で切りよんやけどさ、なんか定期的に切りばさみで。いっけーい、いいね、おはよう世界。そんなにどんだけ嫌ってんのよ。え、大丈夫？それぼーっとしてるのだいぶちょっとなんか怪しげな感じになったけど。あー、顔、ゆうかさん顔あのまんまの顔やったよ。怖い。あ、いろんな人との関係がよろしくなくなってきた。頑張って、ちゃんとりみちゃんにいいところ見せてそりゃあなんか逆に邪魔な気がするんよね。これでさ、なんかアスムが石ころ投げて、それにモンスターが腹立ててさ、アスム攻撃したら一発でやられることない、絶対超迷惑だよ。もうあと一匹、よし、いいぞいいぞ、勝てたね。ここの道であったのかな、なんかここの分かれ道行ったところでっていう気もするけど、はい、左側に行こう。ここじゃなくてさ、もう一個のとこやない？え、違う？ここであったのかな。あ、なに、あー、なにこれ、そういうことね、ストーリー的なものかと思ったよ。お、さすが、てゴミ箱があるんやね、ちゃんとその方がちょっとびっくりしたんやけど。お、宝箱、お、金色の石板をゲット、やったやん。え、これがここにはまるやつかな。最初からこっちの道に進めばよかったよ。なんで右選んだの私どっちにしろ2番目に通った道にしかなかったりして、もしかして。はい、好きレベルアップ、大好き。お、仲直り違うんかさっちゃんの部屋に行きたいな。なるほど、それじゃあ行きますか。もう食べ物が全然ないんよね今。はい、今2人と喧嘩中やけど全然仲直りする気はなさげな感じやね。ツルツルのピカピカだ。そしてさっちゃんとの仲をより深めていくと。はい、それじゃあ料理、まず料理自体がね、全然ないけど、誰がもらえるのか。おくるみ、しかもダメだった。どうせなら美味しく食べてくれる人にあげればいいのにはい、ゲームコーナーでルーレット、英雄のフライパンをください。これアイナやろ、英雄のフライパン、こい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 、通り過ぎないで、止まって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 、おー、ギリギリめっちゃギリギリ。景品、英雄のフライパンをゲット、もちろんアイナ。もうなんかめっちゃ綺麗、いいねいいね、なんか周りの囲みみたいなめっちゃ邪魔やけどはい、それじゃあお
魔法使いは、英雄の弾めっちゃ綺麗やったけど。あ、みんな英雄シリーズになってきた。あ、でもダメやね。誰にも買ってあげられない。じゃあこれで出発しましょうか。とりあえずアイナが強化できたっていうことで、おー、リミちゃんまた行く？オッケーオッケー。そしてキャンディーさん。さあ、あとは。何？誰が喋ったの今。お、ゆいかさん。はい、この4人で行こう。ゆいかさん、いつまでもちょっと仲悪いけど大丈夫かな。料理人の武器、フライパンを12種類集めよう。達成。さあ、とりあえず金色の石板が手に入ったけん、これで進めるんじゃないかなと。どうすかね、ここにはめるやつじゃない？壁に穴が開いてるけど。あ、さっき見つけた石板。おお、石板はまった。思ったよりでかい石板やったやな。やったー。先に進みましょう。おお、これで進める。でも進むって言ってもここの宝箱だけなんかな。そういうこと？それともあっこう入れるとかそういうの別にないのかな。太陽のフライパンが入っていた。やった、また強化されたやん。私やったね。どんどん強化されてく。入れた時にはすごい合ってるね、こっちの方が。今なんか服がちょっと燃えとるような感じのやし。あー、怪物ー。こういうの見た目で判断できたらいいのにね。くー、親切じゃないわね、ポケモンに出てくるマルマインとかはさ、なんか見た目で判別できたやん。ああいう感じになればいいのにな。ドラクエのミミックとかもそうやし。いけい。今のこのさ、キャンディーさんの服めっちゃ好きなんよね。色合いもそうやし、なんかめっちゃ可愛くない？聖なる感じがするよね。メガライトに3匹同時にやっつけてしまいたかったけど。顔が怖いよ。みんなめっちゃ取られていくやん、マジックポイント。ほらほら、イライラしないの。3つ当たり怖いよ。お、ご機嫌に戻った。よかったよかった。あ、でもご機嫌に戻ったことでもしかしたら攻撃力とか低くなったのかもしれんけど。でもどうせならこうやってね、上機嫌になって攻撃力上げたいよね。うわ、またイライラしよる。ちょっと仲直りしよう。仲直りしようよ。ほら、いい気分で力みなぎった方が絶対幸せやって。ゆうかさんめちゃくちゃ不機嫌そうやった。さ、この先まだあるんかな。なんかもう一個ぐらい宝箱ありそうじゃない？ないかな。あ、ほらほらほら、あったあった。おー、6800ゴールドゲット。やったね。これで誰かしらには何かを買ってあげられる。2人分ぐらいなんか買えるんじゃないかな。どうやろう、1人分かな。さあ、宝箱だけやったけど、ここは扉の先はこれだけ？それともなんか別にあるの？おー、ハプニング。どうした、誰だ。あー、さっちゃんが風邪を。大丈夫か。大丈夫なのか。お、好きレベルアップ。ちょっと気になる。2人はアピールを覚えた。いいところを見せたくていつもより頑張る。敵へのダメージアップ。あそこは初めて好きレベルがアップしたんか。はい、それじゃあ料理。バンシーの涙。さあ、誰に。またくるみ。こっちは大丈夫なんやね。はい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。タイガーアーマーをください。これは誰の？タイガーアーマー、え、誰やろ。アーマー、プーさん。どちらにせよ通り過ぎてしまった。はい、 HP バナナ1本。まあ、回復は大事。はい、それじゃあちょ、お小遣い、とりあえずくるみん英雄の手袋。あー、もう一人はちょっと無理そうやな。あとちょっと足りんね。
ミン、そろそろさ、あの服も変えたいんやけど、なんかどん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 武器だけね、強化されていくんよね。なんか武器と見た目がちょっと合ってないんやけど。あー、ほらダメやな。もうちょっと足りてない。はい。それじゃあ、クルミンも強化されたということで、向かいますかね。さあ、誰が行く？お！いいね、いいね。やっぱ強くなったけん。ここは私に任せろと。はい、そしてメイクちゃん。ん？あとは誰だったの今。ゆうかさんめっちゃ行きたがるやん。めっちゃ行きたがるやん。リミちゃんちょっとね、時間差やったね。猫の武器手袋を12種類集めよう。達成。さあ、これ、あ、もう扉の中はこれだけなんか。ってことは、こっちに進んでいくしかないってことかな。てかさ、びっくりマークとかなくない？あ、ね、ここさ、あれやない？見えない道のとこやない？どうやって行くんやろ？ここ絶対見えない道のとこやと思うんやけど。行けんのかな？行けない。とりあえずここに行くしかない？多分ここで、なんか分かれ道のところでさ、選択肢みたいに出てきとったと思うんだよね。何かしらの。なんか方向だけじゃなくって、なんか文章でさ出てきてなかった？選択肢。あー、私このメンバーあれや、ゆうかさんだけじゃなくてめぐちゃんも、めぐちゃんもやん。この連鎖好き、めっちゃ好き。もう全てのモンスターこれでいいと思っとる。私結構頑張ったんかな。何も頑張ってない気がするけど、とりあえずガムが大量に手に入ったね。頑張っていこう。はい、ここで分かれ道。あれ、上下だけやな。え、これは何なんやろ。私行き詰まったんかな。そういうわけではなく、え、でもさ、なんか見えない道に行けばどうじゃらこうじゃらみたいに言ってやん。見えない道絶対あそこあるのに進んでいけんねえけど、どうしたらいい。あれ、どうしたらいいんすかね。だってあの扉の先にはさ、宝箱があっただけやったし。え、なんだ、どうやっていくんだ。行き詰まったよ私。つらい。みんなイライラしないで。イライラが力にはなってるかもしれないけど、あ、一応あれなんやね、嫌っとっても褒められたら上機嫌にはなるんやね。ツンデレ的な感じ。あんたに褒められても嬉しくなんじゃないんだからみたいな。あ、あとちょっと頑張ろう頑張ろう。でもちゃんといい気分にはなったんやね。その調子で仲直りすればいいと思うよ。無事でよかった。さ、もうすぐ宿屋に着いてしまうと思うんやけど、何かこの辺、お、あ、スイッチがある。あ、これで道ができるとかそういう感じかな。ん？怪しいスイッチを見つけた。入れましょう。絶対道ができた今きっと。え？あ、びっくりした。できんのかと思った。よかったよかった。隠された道が開いた。やったね。さ、これでやっと進める。こうやって必ずさ、なんか、行ってなかった方の道に大事なものが隠されたんよね。おお、さっちゃん復活早かったね。いつもならもうちょっとかかるような気がするけど、風からの復活。なんでそんなびっくりしてるの。はい、それじゃあ料理をお任せで。あ、これニューヤジョーボブボールガム。ガムは噛んだら紙に包んでゴミ箱へ。え、飲んじゃったの？飲んじゃう人もいるだろうけど、よろしくないよ。ガムをナイフとフォークで。あ、今回、あ、全員じゃなかった。メグちゃんとプーさん的にはちょっとよろしくなかったね。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。英雄のマイクをください。英雄のマイク、これは、マイクは誰だっけ？あ、さっちゃんか。さっちゃんや、さっちゃん。あー、もっと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 。あー、ダメや。あ
と2個ぐらい進んでくれたらよかったのに。フェアリー貢献 S クラス。さあ、今回行ってもらうのは、はい。リミちゃん、トップさん。レッツゴー。楽しんでおいで2人とも。もうすぐね超魔王との戦いになると思うけん、その前に目いっぱいね羽を伸ばしておかなければ。すっごくよかったね。うん、上みたいだった。おかえりなさい現実へ。ふぃ、ちょっと気になる。2人はアドバイスを覚えた。相手が狙われた時に声をかける。うまくいくと攻撃をかわせる。さあ、それじゃあお小遣い、今回誰かしらアップできそうやけど、四つ葉のクローバーピッコーちゃん、これでちょっとパーティー全体に幸せを。どの色がいいかな。ピンク可愛くない？じゃあピンクにしよう。ピンクのクローバーとかめっちゃなんかロマンチックやん。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、見えてなかった隠された道が開かれたけど、あっちに進んでったらもうそろそろかな、超魔王、わからんけど。